私ここで待ってました。でここに車がたっと5メートル置きぐらいに警察官の方が、屋上にもね5人ぐらい SP 上がってたと思います。すごい人ですよ。2014年消費税が 8% に上がったタイミングで、市場調査も兼ねてか新世界に串カツを食べに来た安倍元総理。その時のエピソードが。総理お願いがありますって言った時に、周りがこうさっと引いたんですよ。安倍総理に私は指導したわけですね。総理にお願いがございまして、ソースの二度ぐらい禁止なんです。この時店内に民間の再犯防止活動をする仲間もいて、笑顔で撮影に応じていました。もちろん本人もそうですけど、周りの方もああいう形はやっぱちょっと辛すぎますね。そういう犯罪を犯さない安心安全な町に、本当に民間人一人一人が協力して作っていかんといけませんよね。笑ってくださいよ。